約束の海は山崎豊子の小説。同著者の最晩年の作品であり、2013年8月29日号から2014年1月16日号まで、週刊新潮にて連載された。全3部を予定していたが、第1部の第6回が掲載された後、2013年9月29日に山崎が死去したため、未完の絶筆となった。山崎は第部、 全20回分の原稿を書き上げており、連載は第1部最終回まで続行された。単行本は2014年2月20日に新潮社から発売された。刊末には原稿用紙6枚に上る構想メモをもとに、編集部が注釈をつけてまとめ上げた、残り2部のあらすじが21ページにわたり、後書きとして掲載されている。山崎と子の最後の小説であり、遺作である。 本小説は、旧海軍士官の父と、海上自衛隊員の息子を、主人公に、戦争と平和を問う、大河小説である。同著者の小説の中では、1989年と、最も年代が新しく、唯一平成時代を背景とした作品であり、さらに、前述の通り執筆中に成去したため、著者の全作品の中で唯一、未完成のままとなった作品でもある。 海上自衛隊潜水艦と遊漁船が衝突し、遊漁船が沈没した海難事故、なだし事件を想起させる内容である。2013年11月19日、NHK 総合で放送された、クローズアップ現代、調節に命を刻んだ、山崎豊子最後の日々によると、当時病まで取材ができない、山崎豊子は、取材リストを編集スタッフに依頼し、 その様子を撮影させ、取材記録は DVD200 枚になった。取材資料には、アメリカ国立公文書館の秘密文書の坂巻、カズオの和が桜花散るべき時に白らしめよ枝葉にぬるる今日の悲しみを知り、この和歌を本編にそのまま記載した。週刊新潮8月15日から22日号、和が思いを語るで、 戦争を二度と起こしてはいけないという気持ちのもと、この人物に行き着きましたが、彼だけの話では昔話になりかねません。テーマが戦争と平和で、なお現在の日本にも通じるものとなると、はたと行き詰まり長い間悩み続けました。一言一句を確かめながら、暗中模索の日々です。と語り、現在に通じるものとして、登場人物の息子を海上自衛官にした。 山崎が残した構想メモによると、残り2部は予定だった。小説の内容からして、山崎と横版戦争と平和とも言われる。なお、山崎の秘書を務めた女性は、体調が悪くなった山崎は、取材ができなくなり、それなくして執筆することは、絶対にないことから、本作は未完ではなく、完結としている。本小説に登場する、主人公の父、 花巻和成は、日本人捕虜第1号の坂巻和夫が、モデルとされている。また、潜水艦、国潮も有志岡田潜水艦である、野田氏を、衝突事件に登場した、遊漁船、第1山戸丸は、第1藤丸、国潮の家計有戯艦長は、山下圭介、第1山戸丸の安藤茂船長は、近藤万次、川原防衛庁長,長官は、河原力。 西山事務次官は、西広世紀がモデルとされている。冷戦終結を迎えつつある1989年、元海軍軍人である父を持つ、海上自衛隊の若騎士官である、花巻作太郎2位は、潜水艦、国市を乗務員として、日本近海の警戒監視訓練をしていた。約束の海、新庁舎、2014年2月20日発売。 ISBN 41億322万8237ありがとうございます。